そこのあんた、一つ頼まれてくれないかい。おお、聞いてくれるのかい。実は娘を探しててな、それを手伝ってほしいんだよ。俺は昔長崎で海鮮問屋をやってて、それなりに儲けてたんだ。だが安政の地震で船は沈み、妻も病気で行っちまった。横浜でやり直そうと娘まで遊郭に預けて、結局このざまだ。必ず迎えに行くって俺の言葉をあの子は信じてたのによ。おまけに体にもガタが来ちまってな、いつまで持つか。そんな時娘が身請けされて遊郭を出たって聞いたんだよ。今さら父親面する気もねえし、許してもらう気もねえ。だが一目、いや写真でもいいんだ、最後にあの子の姿が見て。母親に似て美人なんだ。今は随分立派になったろうな。珍しい髪色と顔つきでとびきり目立つ子だよ。おお、にきる。娘の名前はリサってんだ。同じ店にいた女を当たってみてくれ。俺は門前払いされちまった。邪魔するんじゃねえ。ありがとう、助かったよ。何かお礼をさせておくれ。リサだって、昔同じ店で働いてたよ。珍しい名だから間違いないと思うけど、あの子がどうしたんだ。リサを捨てた父親だろ今さら娘が恋しくなったのか。どうせ顔も忘れてんだろ。私が影武者でもやろうか。あの子は西洋の商人に身請けされて一緒になったよ。屋敷の場所を教えてあげるから行ってみな。Kick!
すまないね。あれだから上位浪人は嫌いなんだ。あんたはどうしてここに？夫が今まで迎えに来なかったのに、なんで今さら。私はずっと待ってたのに。あの頃店が潰れてお母も死んで大変だったのはわかる。でもようやく忘れかけてたのに勝手だよ。子供の頃からこの顔や髪のせいで苦労ばっかり。遊郭にいた頃なんて墨で髪染めてたんだよ。夫がそんなに？うん、分かった。いいよ。夫に今は幸せだって伝えておいて。写真よろしくね。すぐには会えないけど、気持ちの整理がついたら考えてみる。
ってきてくれたのか。早く見せてくれ。あ、リサ、あ、よかった。立派になって。あんた、本当にありがとう。元気が湧いてきたよ。